この度、武蔵野美術大学と日立製作所の共同研究の成果として、つながる、関わる循環型社会展を発表しております。これを機会に、今回特別対談が実現しました。お一人は、日立製作所サービスデザイナーの長谷部さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう一人は、長谷部さんと一緒に、滋賀県長浜市に長期間滞在してリサーチをした野崎さん。 それからサーキュラーに関する地域の活動拠点の運営などさまざまな活動をされている大山さんをお迎えして今日は対談を実施したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃ一番初めにちょっと自己紹介の方をお願いします。じゃ長谷部さんの方からどうぞ。はい、日立製作所 UX デザイン部の長谷部です。よろしくお願いします。じゃ野崎さんお願いします。はい、武蔵野美術大学大学院 造形構想研究科クリエイティブリーダーシップコースのえっと卒業生の野崎です。今回、このプロジェクトは修士研究として参加させていただきました。よろしくお願いします。じゃあ、あ大山さんお願いします。株式会社フォグの大山と申します。普段はあのローカルであったりとか、あと企業に向けてサーキュラーデザインの提案を行ったり、あと台東区蔵前でですね。市民だったりとか、あとは生産者の方たちが循環というものを軸にした。関わり合いを持てる場所。 エラボというものを運営しています。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ちょっと遅くなりましたけど、私あの進行を務めます。日立製作所のそがと申します。ええー、一番初めに大山さんにお伺いしたいんですけれども。はい。あの、今日、こう展示をご覧になって、大、はい、山さんがこう普段活動されているところと。はい、まあ、共通点だとか違う点だとか、色々 <laughs> あると思うんですけど、この展示ご覧になって、こういかが思われましたかね。はい、あの、まずは、そうですね、日立さん。 みたいなあのメーカーさんがこのリサーチをされたっていうのがすごいなというふうに思って見ておりましたあのステークホルダーの方たちに対する、まあ、本当に小さな細かなこの意見出しであったりとか,かあの会話を通じたあの循環型社会ってどういうものなんだろうっていう探索という部分を通常だったらそのまあ サプライチェーンをどういう,うにその脱炭素社会に向けて CO2 を減らしていくかみたいな話に行きがちなものをなんかこう一つ一つ丁寧に聞くことによってこの現状把握をするっていうものが一つとそれに対して何ができるかっていうことの融合していくっていうこの,あの取り組みをされたっていうのが、まあ、全体を通して素晴らしいなというふうに見ておりました。 そうですねでやっぱり市民の方たちがどう動くのかであったりとか活動していくのか変業していくのかも含めて全体、まあ、的な活動から学べることってすごく多いと思うのでその丁寧な暮らしぶりっていうものを一つ一つこう微細にあの発見していくプロセスってとても素敵だなと思って拝見させていただきました。あありがとととううございます,あいますあの我々日立っってもちょっとこう今回は 奇跡のリサーチに近くて、いろんなご縁とかですね、<laughs> があって、えっと、実現していきまして、あの、会社の中でもですね、一体日立にとっても今回のこのリサーチは何だったのかっていうのは、今もこう探索してるというか、意味は意味が出てくるとしたらこれからだよねって話を今、会社の中でもしてます。そんな、 奇跡のリサーチで今までの仕事とはだいぶ違ったと思うんですけど実際どうでした、うん、こういうなんかこうそうですね、えー、あの正直私と野崎さんはあの会って数週間後初めて会ったのが5月のゴールデンウィークで長浜で会いました <laughs>、うん、でその後5月の末には一緒にもうどう <laughs> 一緒に暮らすという <laughs> えっとうの展開で で日立でも、あのー、エスノグラフィーであったりとか地域系のこういうリサーチでインタビューっていうところは割に活動は、えー、あるんですけれどもやっぱりここまで、えー、地域に住み込むとか、えー、住み込んで人間関係を構築してやるっていうところは日立でも先ほど曽我さん言われたように初めての取り組みだなというところはあります。でそれに対してややっっぱぱりり内部事情ですけどやっぱり 制度も結構あの、初めてだらけのことで、いろいろ、あの、曽我さんの方にはご尽力いただいたとういうところで、ありがとうございました。<laughs> い,いえ、とんでもないです。あのー、その他になんかこう、まあ、日立製作所として取り組んだっていう文脈もいろいろあると思うんですけど、うん、こう、中身っていうんですかね、こう、内容的に、これはあの、長浜の、特に昭和初期の頃の長浜の暮らしから、 それが現代に、こう、どう変わってきたかっていうような編成を見てきたんですけれども。その、そこら辺の、こう。あの、長浜の中の、サーキュラリティみたいな話と。大山さんがやられてるサーキュラリティみたいな、なんか、こう、共通点みたいなものってございますかね。いや、めちゃくちゃありましたね。うん、あの。どういう、どういう話し方をするのがいいのかっていうぐらいに。 あの共通点共通項目がたくさんありましてこのソーシャルファクターの5つもすべてうちでも説明できるような要素たくさんあるなというふうに思いますしうんそうですねなんか具体で言うと例えばなんですけどあの今うちが第二創業期みたいな感じでいろいろいろちょっとずつこう変えてってるんですね。それっていいううのはと 台東区にある拠点のあの銃器とかあの場所を変えたりとかってしてるのを毎週毎週お客さんが見てるんですよ。しかもこうあの路面なので全員いろんな人たちがこう覗きに来たりとかするんですね。で毎週業業装が変わってくるとお客さんがこれこうした方がいいよとかって言い出すんですよ。そ<う> <laughs> <laughs> でそうするとなんかだんだん,なんかこうみんな参加してるみたいな感じになってきてなんか細かい話だとこう。 テテーーブブルルをンってて大きいいのログ置それはあのお店とあとひ、まあ、来る人たちお客さんとの,あの境界線をなくしたいなというふうに思って割とちょっと低めのテーブルを置いたんです長いで。そうするとでそれをでお,きお母さんたちがこうベビーカーを持ってこうお買い物しに来たりする,すると子供がこの角がなんか危ないからここになんか。 カットつけろ「分かった」って「つけます」って言って, <laughs> <laughs> っってつけオンラインで買ってつけたりとかして、うん、そういうその一つ一つの,この関わり合いっていうのをなんかこう「ありがとうございます」って言うとあの「選ぼはいいところだから何か手伝わない手伝えることがあったら手伝いなさい」ってうちの主人に言われたんですみたいなこと言っていたりとか。<laughs> <laughs> こなんか昔のその 時代にはよくあったような光景なんだろうなっていうのを。なんかうちでもそういうふうにそ、この無意識のうちにできてるなっていうのが。結構共通項目としては面白いなというふうに思って。はい、はい、拝見しておりました。ありがとうございます。はい、なんかそのような、こう、なんていうんですかね。あの、こう。売る人と買う人みたいに分かれない。なんかそういう関わり合いみたいなことって、例えば野崎さん、なんかこう。 その今回のリサーチでもそんなような関わり合いって何かこうそうですねそれこそあの買い手と売り手が、えっと、一緒に、えっと、何か一つを作るっていうところの話で言うと例えば豆腐屋さんとかだとなんかまあせ現代だとやっぱり正規品豆腐ができたものを売る買うっていう一方通行だと思うんですけど <laughs> 今回のリサーチだと。 やっぱり自分の、えっと、庭で育てた大豆を豆腐屋さんに持って行ってちょっとこれを、まあ、あと家族4人分だから、まあ、大体これぐらいの量で作ってほしいみたいなところをまあお願いしてで作ってもらったらまたそれを自分たちで鍋持って取りに行くってそこの中でやっぱりなんか結構カスタマイズというか、うん、一人一人のあわ生活に合わせたものを。 なんか一緒に作ってるみたいなことはすごいおっしゃっててなんかそういうところとかもすごい近いなと思いました、ねうん、確かに、あのー、我々も3人でリサーチして屋、あのーしまあ、滋賀県長浜には梶屋町で家事が盛んだった時期があってその家事のこう町おこしというかでその昔の江戸時代とか200年以上の前の家事屋をまず再現した。 家事屋さんに体験しに行ってきてでいろいろお話ももうこう家事打ちながら、ね、体験してきたんですが <laughs>、はい、その家事や何だっけ6人7 7人7こうたくさんのこう <laughs> 方がいらっしゃってお話をお伺いしたら <laughs> はい、はい、やっぱ昔の家事っていうのはすごくこうあつらえるというか一人一人、まあの家事で農機具を作ってるんですけど。 その農家さん農家さんごとに全部カスタマイズっていうんですかね、うん、そのクワも使われた様子を見たらあこの人はここもうちょっとこう長くした方がいいんだとかっていうことが分かるみたいで、うん、それがこう今だったらすごいスペシャルなサービスでしたけどなんかそれが普通だったっていうのを聞いてすごく3人で驚いたことをですね今思い出しました。うん、ななんんんかもうう何々ささってていうもうお客さんではく誰の 特徴とかとかを捉えなながら作ってるっていうことでなんかやっぱり大山さんも地域の方とそれぐらいの関係性気づかれながらう、はい、あの企画化しない余白がすごくあるって大事だなっていうふうに思ってましてその企画化されてしまうとなんだろう,こう リペアだったりとかフィックスする余地がないというか、はい、どうしていいかわからないけれどもやっぱり生産者が目に見える距離感にいる状態であったりとかその人に何かお願いしやすい雰囲気みたいな「うん、そうなんとかさん」って呼び合うっていうその雰囲気感っていうのがおそらく大事なんだなっていうのは今聞きながらちょっとっと、うんはい、感じました、うん、なるほど。その企画化しないいとか大切っていうのは ちょっと我々メーカーとしても、ですね <laughs> そおか、ね、しいところですね。<laughs> うん、一歩追加できるみたいな、そこによって、その何かを、えーと、誰かに委ねるみたいなコミュニケーションが生まれることで、うんえと、そこでのこう、なんだろう、和ができるというか、そういった新しい取り組みみたいなふうにも。うんうんうん ね、感じられるなと思いました企画化できないということがうんそれすす新鮮ですねそうですねねうさてここでちょっと次のトピックに移り,移りたいと思います。あの今日、えっと、長谷部さんと野崎さんはそのサーキュラーな活動を実際もずっと実践されている大山さんにお伺いしたいことがあるということでじゃあちょっと。<laughs> 長谷部さんの方からお願いします、はいえっと、今回私たち5つのソーシャルファクターを見つけています。でその中での一つ自然を無りする精神というものがあるんですけれどもこれはあの、まあ、昔インフラも、えー、サプライチェーンもなかった頃に資源っていうものを 裏山ですね特にあの長浜とかすごい私たち住んでたとこもそうなんですけど歩いて数十秒とか一分とかで山に入れちゃうんですよ。<laughs> 羨ましいその山にその滝 エネルギーとなる焚き付け用の薪であったりとかあとは食材となる、えー、山菜であったりとかそういったものを取りに入っていましたとでそれによって、えー、入ることによってまた次自分たちがそこから、えー、うーんと翌年ですねその山からまた資源を取っていくという意識もあって取りすぎないとかあとは次の翌年を考えてまたそれを 杉生えるよううにに残しておくととか、そいいいったたころが、えー、と身についていたとでもう一つ山には人間だけではなくて動物ももちろんいるんですけれどもその動物のことを敵対してるんではなくて共存しているものという認識を持って例えばあのサルは山のおっさんっていう擬人化した言い方をしたりとか <laughs>、うん、蛇は長い。うん 人 <laughs> っていうふうに言ってたりとかそういうふうに共存してる意識あとは自然を守りするみたいなこう守っていくんだみたいな意識っていうのがすごく備わっていたというのを私たち感じました。でその中でその小山さんの取り組みも地域の,その地産地消であったりだとかそこで出たゴミをコンポストみたいに返していくみたいなところっていうのが その長浜が自然が近かったっていうあとは資源との距離感が近かったっていうところとちょっと通じるのかなと思っています。そこに対して何かこう大山ささんの感想とかあれば教えてくださいおそらく最適化していくっていうことが今の話で近いのかなというふうに思ってまして長浜のエリアですとやっぱり森が近いから森に最適化人間がしていくことが 暮らしの中で暮らしやすい生き方だったっていうことなんだろうなっていうふうに今聞きながら思ったんですね。うん、で、えー、っとじゃあ都会ではどうだろうっていうと都会の中での最適化をしていく上でやっぱりそのまあ ちょっと前までの最適化っていうの100円100ショップに行って買い物するだったりとかスーパーに行って買い物するっていうのが最適化だったと思うんですけど、まあ、そうじゃなくなってきてるよっていうような形だったりとかそこになんかこう生きづらさを感じている我々が実際もう、まあ、ここもそうですし、まあ、社会として感じているっていう中でじゃあ何が最適化なのかっていうものでやっぱりその自然を感じていたい。 っていうそのコンクリートの中で暮らすっていうの辛いいよねみたい一人であの生活していくのもちょっとしんどいよねみたいな中であのそういう意味でうちであのミミズコンポストというものもやっているんですけれども私なんかこう選ぶの循環図とかっていうものをこう作ってあのうちってこういう循環をしてますよっていうふうに話をするときに。あの 一番隅っっこに小さくくミミズって書くんです <laughs> で、ミミズが一番私たちの循環の一番小さい媒体いいカタリストだよっていうような話をするんですけどそうするとうちはミミズちゃんとかミミちゃんとか呼んでるんですけど <laughs> さっきの,あの,あの長い <laughs> 人とかあと山の人みたいな感じでミミちゃんとか呼び始めると。 だんだん一会場というものになっていくであったりとか、うん、そのなんかでその子たちがこう生ごみを分解していくっていう最適解をこうチューニングし始めるみたいなのがこう起こっているっていうのが、うん、なんかすごくあのエリアであったりとか自然環境であったりとかそういうものが違うけれども。 おのおのそういうチューニングをすることでその小さい循環の最適解っていうものを作り出していくってそういうローカルを増やしていくっていうのはなんか私たちがやってる通路と近いのかなというふうにはい思いました。うんうん なるほどなんかそういったミミズとかって現代の子見たこともないかもしれないけれども <laughs> そこで見るとか触れるとか <laughs> そういったところに、えー、と関わるってこともすごく大事なんだなって聞いいて,て思いましたそうですねう最初はこう気持ち悪いみたいなふうに思うんですけど <laughs> なんか見てるうちにだんだんいおしく思ってしまして <laughs>。<laughs> 赤ちゃんがそうすると「あかわいいね」みたいな「生まれたんだね」みたいな声をかけたりとかして <laughs> <laughs> そういうのがなんか一つ一つが愛おしくなるっていうこの行動が大事なのかなってなんかそうするとこう最近暑くなってきてちょっと小いが発生しちゃってるんですけどなんかお客さんに「すいません」とかって言って小いがちょっとコンポストか発生しちゃってみたいなこと言うとなんか何も言われないんですよね。みみんなな許容し始めるみたいな そういうことができるとか感じられる身近に感じられることをこう増やしていくことって、うん、そのチューニングのプロセスで大切なんだろうなとははい思いました。そうですね。なんかあの自然を守る精神の時に思ってるのあ考えてたこととかはやっぱりあの自然を知らないから簡単に物を捨てられるとか、うん、簡単に変えてこう使え 使いい捨てができちゃゃうんじゃないかなか、うん、その資源がどこから来てどうなってそれがどう自然に変えるのかみたいなのがもうちょっとちゃんと実感できるようになると人って変わるんじゃないかなみたいなことはちょっと野崎さんとも話してて、うん、なんか今の水か今僕も今は気づいたんですけど最適解って言われて、うんうん、あ最適解かとで最適解ってことは何か範囲があってこの中の最適であると。うんうん だ普通に見てると都会で暮らしていると自分の見える範囲の中の最適解と。うん、だけど、用、ま、語、あ、に行くと山のおっさんとか、うん、えっと、その自分じゃさっきのミミズちゃんとか、うん、自分じゃない視点に、こう、さっき言った最適解の範囲が広がったり、ちょっと別のとこに行ったり。うん、まあ、そういったこう脱人間中心設計とか言われてますけど、うん、それやっぱ今までとは違う視野とか、 その最適のこう範囲がずれるっていうんですかねそういうことなのかなと勝手に思ってうん、うん、あの自分たりりに理解ししておまあとじゃあ次あの野崎さんの方からもちょっと大山さんにお伺いしたいことがあるということでお願いします、はいえっと、もう一つ、えっと、今回のリサーチで分かったソーシャルファクターの一つに「あ、えっと、りもので作る力」というものがあります。 これは、えっと、身近に手に手入る素材例えば、えっと、山の中から取ってきた枝なり草なりとか、まあ、そういうものを、えっと、自分の手で、えっと、試行錯誤しながら自分の生活に必要なものを作り出すっていう、まあ、力とか知識の話でなんかやっぱり現代の生活だとも,うものは買うもの作るものというよりも買うもので、まあ、簡単に、えっと、どこでも買えますしそういう中でやっぱり 自分たちで作るとかいう体験がな,いなくなってきてると思うんですけどなんか大山さんのやっぱり選ぼの活動で金継ぎだったりとかいろいろな修理のワークショップだったりとかされててなんかなんでこういう機会をもう一回、えっと、現代でやろうと思ったのかとかなんかそのやっていく中でやっぱり一、まあ、いなんだろう消費者的な感覚でするとやっぱりそういう修理とかってわざわざすることで面倒くさいって感じる。 方もいると思うんですけど、なんか参加されてる方がなんか実際どういう感想を持たれているのかとかお伺いできたらなと思ってます。はい、ありがとうございます。そうですね。でも本当でも今のさあの最初の冒頭の長浜のお話からいくと、本当に昔の人ってどうやって発見したんだろうっていうようなことってたくさんありますよね。<laughs> 私も去年あの福岡県の山目市にリサーチに入ったんですけど。 あのこんにゃくの作り方でアクってあの木の灰を使って昔はこんにゃくを作って今はあの化学の何ですかねの部,、まあ、部品を使ってこうあの粉を使って,こう混,ぜてこう混ぜて固めたりとかするんですけどもともとはアクを使ってた、ね、アクのことを調べてみるとこういろんな使い方が出てくるでそれもやっぱり木を切って何となう,こう植物を育てて燃やしたものを最後まで使い切るっていう考え方って。うん どうやって発見したのかなっていうのは面白いいいなっっっててて思ますっていうのがあの一つ前提条件としてあるんですけれどもまあでも我々今の現在はそのどうやって作ったんだろうっていうのをすぐこう検索してしまっているであったりとかどうやって作ったんだろうっていう考えを及ぶ前にえっと買い替えてしまう買い直してしまうっていうようなその なんかワンダリングの部分がちょっと足らないなっていうのは思っていてうそういう嗅覚的な部分ですよね五感的な部分が足りないなって思っててあ,の、まあ、あとはなんか単純化してしまうっていうところももどかしいなっていうふうに思ってました。うで、えっと、うちの,その実験ラボを作った理由としてはあの最近の,そのサーキュラーであったりとかサスティナビリティみたいな話になった時にあの海外の。 ヨーロッパの事例であったりとか、あとはヨーロッパの製品を輸入してくるみたいな考え方がすごくあるなっていうのがそれはまあ3年前ぐらいに思いましていやいやいやって日本にはこの長浜のケースもそうですけどもともとあるじゃないっていうその身の回りのものをもう一度こう再設計していこうよ見直していきましょうよっていうようなそういう体験をできたらいいなというふうに思ったっていうのが。 まあ,あとはそういうショールーム的なものがあればいいなというふうに思って作ったというものが理由としてありますす、うん、そうですねで金継ぎもそうですしリペアもそうなんですけど、まあ、やってるうちになんかできるんだっていうふうに思ってくるであったりとか。 ななんんとなくやっっててみたたいいいう人たちが多いんですそんなに何なかこう課題意識を持ってやってる人たちってあんまりいなくってもしかしたら何人かはいるかもしれないんですけどあの金継ぎに関して言うといや本当にお皿とかも高いお皿じゃないんですよそこら辺で多分購入したらフランフランとか購入したらそういう <laughs> なんかこう一般的に販売されているようなあのものをえっ、ー、と。 最良生産品を持ってくる人もいるんですけれどもそれをこう直すことによって自分のものもになっていくんですよねその大衆的な製品が自分化されていくっていうものがなんか自分の一部になっていくっていうその体験をみんなこう手を動かしながらやっているっていうのが面白いなって思っていてかそれも壊れてしまった時にあ こういう手があるんだって思ってもなかなかできないのがこの世の中今,今の現代社会だと思うんですがそこにアクセスを持たせてあげるっていうことであ選ぶに行けば直せるんだねっていう,うそういうなんかこう選ぶに行けばどうにかなるんだねみたいなものをこう生み出していけるような場所になっていけたらなというふうに思ってました。私の今日もすごいたまたまま ここに来る道すがらで思い出したの。これもあの、リペアしたんですよ、私。<ー> <laughs> あの、エラボのリペアの教室のところで、あの、してくる、あの、先生をしてくれる方が、はい、あの、直してくださったんですけど、あ,<ー>あの、自転車で巻き込まれちゃって、はい、ここがこう、避けちゃって全部、バラバラになっちゃってたのを、直してほしいって言って直してもらったら、なんかこう、色を、 マッチするカラーでこう作り直しててくれてでそうするとこれもそんなになんかその何かその特別なものというよりかは、まあ、そこら辺にあるブランドのお洋服なんですけどこうなることで自分のものもになっていくんですよねでそうするとやっぱり他の部分も壊れてきてもこういうやり方があるかなああいうやり方ができるかなっていうふうに思考が動き始める。それがあの できるようになるっていう、その脳の動きかし方を変えていくっていう作業をできるっていうのがいいあの私たちがやってる中で皆さんともにやってることだなと思いました。なんか愛着というものがどんどん芽生えて育っていくような印象。を今の話聞いて、ね、相手、うんね、によって捨てるとかっていう行為がまた変わるっていうような印象あの思いましたね。そうですね。これってどう。 すればいいいんだろうみたいな<ー>何かこうも持った時にちょっと考えるみたいなとりあえず立ち止まって考えるようみたいなことと<ー>あとはあのいろんな人たちがうち来るので例えば同じ一つの,あのマテリアルでも違う方向の専門性格を見ているとそこで勝手にオープンイノベーションが起こったりとかしていて。<laughs> <laughs> でそれでなんかこっちの側面で見るとこのマテリアルってこういう特性があるよねってなるとその特性をこっち側で活かしたりとかしてそれでで新しいアアイデアが生まれれたりとかすするんですようん、うん、それもやっぱりなんか今ってなんか一つのものイコール一つの用途であったりとかこれしかできないっていう風になりがちなんですけれども違う見方ができるよねみたいなのが。それは 割とその選ぼというものが作ってる村社会だと思っていて、うんうん、<laughs> みんなでこう話し合うっていう現場があるっていうことがすごく大切だなと思ってます。うん、結構同じ話が長浜でもあってうん、うん、やっぱりなんか作る最初ってどうしたらいいか分かんないと思うんですけどうん、うん、それをやっぱりになってたのがコミュニティというかうん、うん、やっぱりなんかこの直し方そういえば何々さんがなんか上手だから聞いてみようとかうん、うん、なんかそのやっぱり このために直すっていうよりはんかとりあえずなんかこの竹があるから何か作れるもなんか何か遊び道具作れないかとかなんかそういうそれこそラボ的な形でが結構暮らしの中にあったっていうのがすごい今共通点だなっていうのすごい思いました。 どどうぞ,どうぞなんかその今言っているその直すスキルみたいなものがこう人として集まってくるんですけど必ずしも特別なスキルがなくてもいいのかなと思っていて、うん、例えばお料理するだけでもスキルだし、うん、例えばいお裁縫ができるとか、うん、まあもっと技術的なことができるとか、うん、いろんなことの人たちが集まれる場っていう方がすごく大事なんだなって思います。うんうんうん、そうですね やまさにがこう、同じことを今言おうとしてて、そう、直せるスキルがあるみたいな話と。人に頼る。こう、力とか場があるとか。なんかこう、いろんなことがこう。絡み合ってるっていうような。同じだったかなと思ってですね。やっぱりすごく共通してますね。じゃあ、最後のトピックに移りたいと思います。今日まさに、いろんなことが服装的に絡んでると。循環型社会っていうのは。 まあ本来もともとはそういうものであって物が循環するっていうのは素材についてよく知ってるとか作れる人がいるとか作れる人を知っててそれを頼れる場があるとかまあいろんなことがこう織りなしてえー物の循環というのは成り立ってるっていうお話でしたけれどもえとそれをまあえと大山さんも既に実践されてますけれども我々こう当事者としてそういうような循こう 文化社会とものの循環が織りなすようなこう世界を当事者として今できることやるべきことっていうのは何かはそれぞれお話ししてこの話終わりたいと思うんですがすさんからどうぞ <laughs> そうぞそですね先ほどの話とまあ被ってくるんですけれども、うん、やっぱりみんなが参加できるというところが大事かなと思ってます。うんでまあ、スキル技術みたいなところの えーとハードルももちろん様々であっていいんですけれどもそこにちゃんと入れるような、えー、例えば一般市民の方がじゃあここに箱だけありますと何かここで作って直してくれるぞ。 っていうわいうものができたとしても、そこに一歩足を踏み込むっていうのはすごく勇気がいること。その一歩をどうにかこうなんかうまく自然に本人の意識でこう向かわせてあげるような仕組みっていうのはこれから必要かなと思っているので、そういったところをね、私としても考えていきたいかなと思います。<laughs> はい、ありがとうございます。じゃあ野崎さんお願いします。 そうですね同じように結構やっぱり意味を考えすぎないでまずはやってみる参加してみるっていうのがすごい大事かなと思ってて、うん、私自身結構、えっと、このリサーチでなんか自然とこんなになんか入って体験するとか <laughs> なんか直すみたいなものもそうですしなんか最初やっぱり面倒くさいのかなみたいなところは思ってたでもやってみたらとてもなんか意外と楽しいし、うん、なんかもっともっとこれが できること増えたら楽しいなっていう感覚に自分自身が慣れたのが結構大きくてなんでなんかあんまり深く考えずにというか <laughs> なんかそういう手軽もっと結構やっぱりサーキュラーエコノミーとかサーキュラーみたいな話をするとなんか意識が高いみたいなことを結構言われがちではあるんですけどそれこそエラボのような場所にまずちょっとまあ 気軽に行ってみるとかいうのも、もっと自分自身もやりたいと思いますし。そこはなんか気軽に友達なりに誘って、なんかやっていくとかはやっていきたいなと。うん、はい、思いました。うん、ありがとうございます。じゃ、あ大山さん、お願いします。ありがとうございます。あ、ま、の野崎さんのコメントにかぶせてなんですけど、選ぼう、あんまり意識高くなくて。<laughs> <laughs> <laughs> あの。<laughs> <laughs> そうお客さん普通の人たちなんですよ近所の人たちが普通にご飯食べに来たりとかしてる中で勝手に動き始めてるみたいな、うん、勝手になんか一緒に共同、うん、共同運営してるみたいな感じになっているっていうのがなんかエラボの特徴なんですよねそれは多分普通の飲食店みたいな面構えまい中だと思うんですよ、うん、ただ中身はいろいろ設計してますよっていうのがあのポイントだなと思ってましてなんかそういう意味でえっ、ー、と なんかこういう形で、まあ、うちも運営していけたらいいなと思ったのはあの役割をなくしていくことをしていきたいなっていうのはうあの思っています。でうちのチームのにもも言ってるんでですすけども全員がが運営者です誰が偉いっていうのは一切ありませんだからあなたの意見もリスペクトし私の意見もリスペクトしてほしいしいろんなこう意識っていうものが集まってくることで一つの,合あの、まあ、集合体になっていく。 でみんなで意見が違うからって対立し合うんじゃなくて意見を認め合ってそれを蓄積させていくことってすごく大切だよねっていう話をしています。そそれをお客さんにもそういう態度で言いましふう,っていう風にするとその、まあ、先ほどのオープンイノベーションみたいなことが自然と起こってくる誰もが参加できる場所だというふうになんとなく感覚値として持ってくれるような人たちが増えてくるなというふうにあの。 今のお話をしながらも再確認できたので私はそういう場所をこれからも運営していきたいなというふうに思っております。あありりががととううごござざいいまますあの今回の分析でもこのパネルにもあるんですけどやっぱ分担し役割分担をしすぎないとか、まあ、そこに逆に言うとこう余白があって参加してく余地があるっていうようなことはやっぱ本当非常に大事かなと。うんうんうん 改めて、改めて思いました。<laughs> えー、じゃあ今日はお忙しい中、ありがとうございました。これであの、今日の対談を終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。